インターネットテレビ見る増刊号編集長の山根です。本日は、元東京大学准教授でデイジー代表大沢翔平さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、本日、大沢さんにお聞きしたいのが、9月末にリリースされた日本初の保守 SNS についてなんですよ。でこの保守 SNS さくらっていう名前だそうで、これはどういうきっかけで始めようと思われたんですか？そうですね、これちょうどこの番組の中でですね、トランプ大統領のこう問題、不正選挙の問題があった時にですね、山根さんがですね、こう大沢さんやればいいんじゃないですか、はい、みたいなことをこう、ポロッと言ったとはい、はい、でそれを聞いてですね、こちらとしてはいろいろと考えてですね、やるにしてもいろいろコストとかもあるしなみたいなことを考えてですね、その土日にですね、ちょうど取締役会があったので、そこでこう急遽ですね、提案してですね、こういうビジネスモデルならできそうじゃないですかみたいなことを言って、でなんとかいけそうだったので、リリースをしたというような経緯はあるんですけど、これはですね、私としてはですね、ただのツイッターの離れ小島みたいなのをこう作ろうかっていうような形は全然なくてですね、基本的にはその全く新しい SNS を作ろうということを考えてはいるんですよね。っていうのは今までの SNS のビジネスモデルって、基本的にほぼ広告ですと、例えばGAFAで有名な Facebook ですね、最近メタに社名変更しましたけど、売上高って大体年間500兆円っていうふうに言われてるんですよね。 5兆ドルっていうふうに言われてるんですけど、そのうちの、広告が占める割合ってどれくらいだと思います？どれくらいでしょう。でもほぼ広告ですよね、7、8割とか。これですね、もう9割くらいなんですよ。なんなら 95% くらい全部広告と、って言っても確かにその会員登録というのは無料ですもんね。そうなんです。でこれってですね、それって言うなれば今の SNS っていうのを、Facebook って大体10億人くらい使ってるんですけど、今の SNS っていうのをですね、一つの国に例えればですね、これもう共産主義国なんですよ、っていうのはもう基本的に全員タダで住めると、税金も取られないと、でその中で、全てのものが無料で使えて、なんていうんですかね、割と、ユートピア的なこう時代を牧歌的にこう過ごすことができるというような形ではあるんですけど、これですね、その共産国ならではの問題が一つあってですね、それがまず独裁ですよね、それが言論空間の独裁問題っていうのがあって、それがトランプ大統領がなんかこう例えばツイッターで発言をした時に、それがですねこう、問題に当たるってことですね。もうフェイスブックもツイッターももう全部バンしたというようなことが起こったと、でこれですね、共産主義国の問題がそのまま起こったわけですよね、独裁者の悪口を言ったら粛清をされると、スターリンの悪口を言ったらこう頭打たれるみたいなのと、結構似たようなことが起こっていると、でこれをですね、広告モデルだとこういう問題が起こってしまうっていうようなことがあって、なので、そうではなくてですね、広告モデルに全く依存しないような別なビジネスモデルで SNS を作るっていうことをしないと、おそらくその保守の言論空間っていうのはまた共産主義国に逆戻りすると、結局そのツイッターと同じものを作ってもユーザーが増えたらあんまり意味がないと、でだんだんその大体そのこうイノベーター理論っていうのがあってですね、その新しいサービスが普及するときには、最初イノベーターっていう人がいて、で次にオピニオンリーダーっていう人がいて、で次にレートマジョリティっていう人がいてですね、最後ラガードっていう人が来るんですけど、大体ですね、このレートマジョリティとこのオピニオンリーダーの間にですね、こうキャズムって呼ばれるですね、こう谷があるんですよね。でそれがこうサービスが普及していくにあたって、最初はですね、かなりこういい人たちが集まるんですよ、言論弾圧反対みたいな人たちがですね、結構こういい感じの人たち集まるんですけど、レートマジョリティまで行っちゃうと、この辺ですね、なんていうんですか、こう、いわゆる基地外みたいな人が入ってくるわけですよね。でその人たちっていうのが、なんていうんですかね、こうちょっとこうサービスを壊すようなことをすると、でこれって今のツイッターにかなり似たような形で、ツイッターって私2007年から始めてるんですけど、最初はものすごくですね、こう SNS としてはかなり平和だったんですよ、でこうその人たちって、基本的には今までのなんていうんですかね、こう、ミキシー疲れをしたような人たちがですね、こうツイッターに入ってきて、なんかこうそれぞれのですね専門的な話をするというようなですね、割と研究者コミュニティの間でもですね、かなりそのツイッター
ていうのがかなり重宝されていてですね、まあ、あのこう世界的にもなんていうんですかね、まあ、ツイッターの研究っていうのがブームになった時代っていうのがあるんですよね、それが2009年くらいなんですけど、まあ、それからですねあのレートマジョリティがどんどん入ってきてですね、まあ、それから左翼とかネトウヨとか言われる存在がどんどん入ってきて、なんかこうツイッターを荒らすようになってきたというようなことが起こっていて、でこれ保守 SNS でも全く同じこと起こるんですよ、でまあ最初はどっちかというと、まあ、あの中国とか韓国とかに関してはまあ若干こうあまり良い印象を持ってないという人たちがこうどんどん入ってきてですね、あのまあ最初はまあなんていうんですか、まあ日本を守るというコンセプトでいろいろとやってきている中、まあここのレートマジョリティ入ってくるとここに維新とかいるんですよ、ここに維新とかあとはまあなんていうんですか、あのいわゆる五毛党ですよね、中国五毛党みたいな人たちがいてですね、この人たちがどんどんこっちのこう空間を壊しに来るわけです。なのでそのいかにキャズムを超えていくのかっていう考えが結構重要でですね、でこれをその広告モデル以外のところに依存するためにはどうしたらいいかっていうふうに考えると、まあ、おそらくその、まあ、なんていうんですか、その個人の財産に依存しようと、まあ、要するにあのこう携帯のキャリア会社と一緒ですよね、まあ、そのこう月々いくらあたりとか、あるいはその最初にこれくらい初期費用を払ってくださいというような形で、あくまでそのこう、まあ、商品として SNS を提供していくと。ただその中のなんていうんですか、こう言論空間は共産主義的ではなく、ものすごくこう事実に基づいた平和な言論空間にしていくというようなことをこう今、まあ、当初ですね、あの2020年の12月にこうクラファンやったんですけど、まあ、その時にまあそういうことを考えてですね、こうクラウドファンディングを行ったと。でそれでまああの、まあ、次にそのクラファンをこう行った後にですね、考えたのはですね、あのトランプ大統領 の、 あの不正選挙問題に対して内部ゲーバーが結構行われてたわけですよね、まあ、そのいわゆるその、まあ、あれは不正選挙じゃない派と不正選挙派で、まあ、この不正選挙派が限界ネタウヨとか言われてた頃のこう時代ですね。でそうすると、まあ、私としてはですね、あのまあ両方が出資してきたので、どっちの意見を反映すべきなのかっていうのは結構困ったんですよ、っていうのはまあどっちをこう立てても片方から攻撃されるじゃないですか、なのでそのまあ割とですね、そこにこうどうしようかと考えた結果ですね、まあその全体の最大多数の公用を最大化しようと考えてですね、まあそれでこう投票システムっていうのを導入したんですよね。でそれぞれの論点に対してイエス可能で投票してもらうと、でイエスが多かったらまあそのイエスの方を支持しますし、ノーが多かったらまあその意見はまあ棄却をすると、いうことをやってですね、まあ、あの賛成メンバーっていう人たちがですね500人くらい入ってきたんですけど、でその500人に対してまあそういう投票を行ってですね、まあ、大体その結果まあいろいろとまあ新しい機能とか課題も見えてきたと、でその中でそのまあ出てきたのがですね、保守の定義ですね、で保守とは何か、何だと思います？保守の定義、それはですか、エドマンド・バークとかまで遡る、まあまあ、そんなにアカデミックなあの、ところに突っ込まれると、私もあの、ね、なかなか難しい部分があるんですけど、やっぱ反革命じゃないですか、そのやっぱり共産主義的なものをこう防波堤として阻止すると、やっぱりこう前時的なね、こう改革変化っていうのをこう眺める態度みたいなものじゃないですかね。すごい、すごい。それ割と思想というよりは態度なんじゃないかなと思いますが。なるほどですね、それ割と結構いいこと言ってますね割ともうあの期待値上の回答ありがとうございます、割とですね、あの、まあ、結構、まあ、それに近いようなところがですね、投票の結果こういろいろ出てきてですね、まあ、よく言われるのはあの、まあ、短絡的な発想だと保守イコール国益って言っちゃうタイプですね、まあ、その保守はもう日本のためにこうやると、ただこれそれすごく難しいのは、じゃあ日本のために頑張ったら共産主義も保守なのかっていう考え方が出てくると、まあ、結局その日本大好きだったら、じゃあその、まあ、例えばあのなんていうんですかね、まあ、誰か独裁者がいて、でその人がもうなんかこう上位下達型のことを国民を支配していいのか、そうじゃないじゃないですか、ってことは保守ノットイコール国益なんですよ、国益だけじゃ不十分であると。でですね、まあ、その結果出てきたのがあの、まあ事実と自由っていう考え方なんですよね、まあそのまあ、今言った反革命に近いのは自由の考え方ではあるんですけども、まあ、結局その共産主義というのはまあ自由を脅かしていると、その個人の自由を脅かしたりこう財産を脅かしていると、でそれに対してこう全くその対抗する、例えばまあ言論弾圧もそうですけども、そういうものに対してまああのこうなるべくその自由な空間を作っていくと、
というようなところが一つと、あとはもう一つ事実ですね。これはもうあの現実主義っていうふうにこう我々呼んではいるんですけれども、結局そのこう今存在している我々のこのこう今ここの瞬間っていうのをまず大切にしていこうと、まあ、例えばあのリベラルって宗教じゃないですか、まあ、そのこうなんかこう、まあ、ありもしない考え方っていうのをこう広めていくっていうのはリベラルの考え方だというふうに理解してるんですけども、まあ、それに対してですね、まあ、例えばあの、まあ、皇室の存在とか、まあ、あるいはその科学の存在とか、まあ、そういうその事実にまずこう根ざしていくと、で我々はその事実を最初にこう重要視すると、で次に自由があって、でそれにこう国益が来るというようなことをですね、こう、まあ、最終的にそのこう賛成メンバーの中でこう投票で決めていってですね、まあそのまあ、何保守とは何かっていうことをですね、まず解いていったわけですね、でそれをこうまずあのこう作っていった上でですね、次にそのこう保守 SNS の機能は何なのかというようなことをですね、こう考えていったんですね、まあ、新しいものを作っていくので、まあ、特にあの特許とかを取っていくにあたってですね、まあ、そのこうよく言われるのは、まあ、あの特許ってその取れる特許と 取れない特許ってあるんですよね、でその取れない特許ってまあ基本的にはその新規性がないっていうふうに言われるんですけど、まあ、例えばあのこう鉛筆がありますと、でこの鉛筆にですね、あのまあ、何て言うんですか、この鉛筆ちょっと長い鉛筆を作りましたと、これ特許取れないですと、ただこう鉛筆にこう消しゴムをつけましたと、でこれはあの消しゴム付き鉛筆っていうので特許が取れるんですよね、っていうのに近い形でですね、こうじゃあツイッターに何をつけたら保守 SNS になるのかっていうのを次に話し合ったんですよね、でそれで出てきたのがあの国籍認証っていう考え方なんですけれども、この国籍認証って何かっていうとですね、まあ、そのこう発言者がどの国籍なのかっていうのを、まあ、そのこう認証していくと、まあ、いわゆるそのこう、まあ、我々インターネット業界でいわゆる KYC っていう考え方はですね、Know Your Customer っていう概念なんですけども、まあ、それの本人確認書類っていうのをまず出してもらうと、パスポート出してもらって、でそれでこうこの人は日本人ですっていうようなですね、こう認証証明書を発行すると、でその名前の横にですね、あの日本の国旗が表示されるわけなんですよ、ね、あ、なるほどなるほど、でツイッターで言うとあの公式マークみたいなの、あの公式マークのあのチェックが日本の国旗になるんですよ、なるほどなるほど、でそれがですね、あの日本の国旗であったり、その、まあ、米国の国旗であったり、スペインの国旗であったり、まあ、あるいはその、まあ、中国の国旗であったり韓国の国旗であったりしてもいいんですけれども、まあ、結局その誰がどの立場で発言してるのかっていうのを明確にすることができると、でそうするとですね、まあ、例えばあの、まあSNS の場合問題になっているのはそのいわゆる中国ごもう党の存在なんですけれども、そのまあ中国人が日本語でなんかこう中国共産党をですね、まあ、こう賛美するようなことをですね発言すると、でこれが結構問題視されているんですけども、この問題点はもう完全になくなるんですよね、この人はまあ日本人じゃないので、まあ、多分あの中国人のですねこう立場で発言しているということが言うことができると、でそうするとですね、だんだんその、まあ、全体としても、まあ、なんかこうこの国旗つけないと、まあ、なんかこう非国民扱いされるっていうようなですね、こう同調圧力が働いてですね、みんな大体こう国籍認証していくようになるっていうような仕組みを今設計しているというような形であると思います、そうしたらやっぱりそう会員制にしてさらに国籍認証システムをつければ、まあ、ツイッターみたいなこ うぞうむぞうの何でもありな、おっしゃる通りです、昔のまあ2ちゃんとか、そういう感じにはならないと、という感じにはならないです、まあ、あとは、まああのまあ、AI による事実認定というのも中ではやっていてですね、まあ、そのピアプレディクションという特許を今は持ってるんですけども、その、まあ、発言した人発言内容が事実かどうかっていうのをですね、AI が認定するんですよね、でこれはあの結局そのどういうふうに認定するのかっていうとですね、まあ、最終的にはまあこう、まあ、いわゆるツイッターってまあいいねがありますよね、で我々ですねこのいいねの反対にこうよくないねマークっていうのをつけるんですよ、でそうするとまあ大体あのこう事実じゃないものにはまあこうよくないもねマークが集まってくると、でそうするとまああの全体の投票でこうプラスかマイナスかが分かるようになってくると、ただこれあの問題なのはですね、あの美人投票問題っていうのがあって、まあ、結局そのこうなんていうんですかこう、まあ、いいねを押されるかこうこれを押されるのかっていう問題があった時にこういいねが自分はなんかこういいねだと思ってるんだけど、みんな良くないねを知ってるからこっちを押すべきなのかなみたいな、こう意識が働くと、でこの心理が働かないようにまあなんかこう、まあ、全体でですねこうポイント制を設けたりとか、まあ、あとはまああのこう最終的にはまああのデイジー社でですねあの保守 SNS の中で仮想通貨みたいなものを作ろうとしてるんですよ、でその仮想通貨がポイントになっていってですね、まあ、その事実に対していいねを押したらですね、まあ、そのポイントがもらえると、でこのいいねと良くないねがですねこうなんていうんですかこうオッズみたいなのをですね設けていってですね、まあ、あの競馬に近い感じですよね、でそのこう、まあ、例えばこう 8割がこう
いいねをしてるのに対してこう2割が良くないねマークをしましたと、で最終的にはこれ事実じゃありませんでした、デマでしたってなったらですね、この2割にものすごくお金が入るようになるんですよね。でそうするとこうみんなこう正直にこう事実認定するじゃないですか、っていうようなインセンティブ設計を行っていてですね、まあ、なんかこう、まあ、ビットコインも、まあ、あの結構それに近いような感じではあるんですけど、まあ、結局その事実認定をこう分散環境上で行うというのは、まあ、かなり近いような仕組みではあってですね、そのビットコインのマイニングに近いような感じで今度はこの何て言うんですか、真実のマイニングをさせるというような仕組みをこう行おうとしていると。面白いですね、そのインセンティブというか、まあ、ファクトチェックを自然にこうできるシステムみたいなのって、それ画期的じゃないですか。そうなんです、これですね、なんでこの画期的なことをうちの会社ができるのかっていうとですね、これはあの実はですね、もともと私が東大にいた頃に、やってた研究の内容にかなり近くてですね、私やってた研究の内容がですね、トゥルースフルメカニズムっていうのをやっていて、こう事実認定システム、事実認定システムだとちょっと、意味合い変わっちゃいますけど、シカゴ学派の経済学の中にですね、メカニズムデザインっていう分野があってですね、全員が合理的に動くと、要するにネトウヨみたいな存在がいたりとか、なんかこうちょっと犯罪者みたいな人がいて、でこう合理的に動いた時に全体としてその国みたいなシステムがこううまく回るためにはどうしたらいいのかと、全員がその例えば嘘をつく人が中にいた時にこの人が正直に言った方が得だと思うためにはどうしたらいいシステムがありえるかっていうような研究なんですけど、例えば近いのはビットコインですよね。ビットコインは全員中には犯罪者もいるわけですよね。よくアンチマネーロンダリングとかがかなり問題になったりとかしますけど、中に犯罪者がいるのにビットコインはちゃんと機能してるんですよ。あれは誰も偽札作れないじゃないですか。あれなんでかっていうと、偽札を作るよりも自分でそのシステムに貢献した方が得だというふうに犯罪者ですら思ってるからなんですよね。でこれってものすごくこう画期的なことじゃないですか。でこれのそういうその分散システム上でプロトゥルスフルメカニズムをどういうふうに作るのかっていう研究を行っていてですね、うちの一緒にデイジーやってた東大生がいたりとかするんですけど、その人とかが割とちょっと趣味の延長みたいな感じで、そういうような研究をしていったというようなこともあってですね、実はその星 SNS の話をですね聞いた時にですね、パッとそれがこう思い浮かんだんですよね。トランプ大統領の言論弾圧問題っていうのはこれはトゥルースフルメカニズムの問題であると、要するにそのこう、トランプ大統領ですらポストトゥルースとか言ってるわけじゃないですか、最近作りましたよね、こうトランプ大統領がトゥルースって名前の SNS 作りましたけど、トランプ大統領も事実っていうのをものすごく重要に視してるんですよ、事実を言うと弾圧されるっていう空間おかしいということを言っていて、でこれっていうのは、要するにこう国全体として正しいことを言うと弾圧されるっていうのはですね、これはトゥルースフルメカニズムの課題と全く一緒なんですよね、こう事実を言うと不都合な存在がいて、でその人が、なんかこう事実を言った人を弾圧してしまうと。でこれを解決するためにはですね、メカニズムデザインはどういうふうにそれを解決しようとしているかっていうと、その支配者がそれを解決するのではなくてですね、支配者が誰もいない中でシステムが解決するということをやろうとしているんですね。現在ベータ版なので、そこまでですねゴリゴリの技術がまだ入ってるわけではなくてですね、最初はこう限られたユーザーだけ入れてはいるんですけど、これはですね、こう全員にこう一般公開した際にはもうそういう人たちがこうバンバン入ってきてですね、なんていうんですかね、例えばこの放送を聞いてるですね人の中にも、若干その私のアンチっているわけじゃないですか。そういう、もしかしたら山根さんのアンチもいらっしゃるかもしれない。もちろん、これを聞いてですね、なんかこうこのシステムをこう壊しそうと思ってる人も中にはいるかもしれない、でそういう人たちがシステムに入ってくるわけなんですよ。でそういう人たちが入ってきた時に悪口を言うよりも、デマを言うよりも正しいことを言った方が得であるというような仕組みにこう今していっているというような形であるっていうところなんですよね、でこれ最初にこの SNS のこれからコミュニティをどんどん拡大させるにあたって、いわゆるインフルエンサーの人みたいな、この言論人の方とかっていうのを最初に招いてっていうふうなことは考えてないですかね、っていうのは考えてます、基本的にはいろんなインフルエンサーにどんどん参加してほしいとは思っているというところですね、これは基本的に特にこちらがその政治思想を押し付けるというのは全然なくてですね、基本的にはちょっと興味があれば全然使ってほしいと、別に何て言うんですか、使うために私と仲良くなる人って全然なくてですね、むしろ全然インスタとかに登録するような感覚で使っていただきたいというところであるというところですね、なんか想定している方とか。そうですね、
まあ、例えばですけど、まあ、あの日本第一党の人たちにはどんどん参加してほしいと思いますね。あの、まあ、例えばあの中村さんですとか中村幹事長ですとか、まあ、あの桜井さんですよね、まあ、ツイッターとかやってないですけども、に参加してきてほしいとは思いますね。攻めますね。そうですね。なんとなく大沢さんのこう傾向が分かったような気がします。まあ私の傾向というよりは、まああの賛成メンバーの傾向なんですよ。あの、まあ、基本的にそのインフルエンサー誰を呼びたいのかって投票も取ったんですけど、まあ、大体そういう人たちが多いと、まあ、私もあのこれ多分賛成メンバー見てるんであんまり適当なこと言えないということがあってですね、あのまあ個人的にこの人呼びたいなっていうのはいるんですけど、まあ、なんかあの結構反対が来るんじゃないかっていうようなところ結構あったりすると。あ、でも逆にその蓮舫さんとか入ってきて、あの国籍認証してほしいですよ。あ、そうですね。なるほど。まだあれはっきりはしてないんですよ、説明してないんで。そこではっきりさせてほしいっていう。いや、もう蓮舫さんにも来てほしいですね。なんかむしろあの対極的なイデオロギーの人に入ってもらってバチバチやりたいですよね。それも最終的にあの、まあ、基本的にその AI が審判になるので、どっちが正しいかっていうのは分かるようになるという形であると。そんなところですかね。僕も個人的に非常に興味ありまして、その SNS、 そのですか、僕ツイッターもフェイスブックもあの基本その見る専用アカウントで、自分から投稿って一回も人生でやったことないですよ。そうですよね。 SNS っていうのを一回やってみたいなと思うんですよ。なるほどですね、うん、いやもう私もですね、あの山根さんのこうツイッターアカウントを探したんですけど、なかなかその活動してるアカウントがないと。あ、全くやってないです。まあ、なのであのむしろですね、あの、まあ、そういったところに、うん、まあ、あのこう使ってもらえるとですね、まあ、かなりこちらとしても、まあ、割ともう全然ウェルカムであるというところであると。なんか 2,3 年ぐらい前からツイッター始めようかなと思ってたんですけど、なんか今更始めても感が。あ、分かります。なんかフェイスブックってそんなにこの日本人でアクティブユーザーって減ってるじゃないですか。そうですね。それと同じでツイッターもいずれこうワコンになるのかなと思いつつ、まだまだならないんで。いや、もうなんか完全にタイミングを逸したんで、今ならじゃあその桜に、ぜひともです。まあ、割とですね、あのもうツイッターもあんまおすすめしないですよ。もうなんか修羅の国になってるので、まあ、割とあの今の桜のユーザーもですね、あの結構ツイッターより平和すぎて驚いたっていうふうに結構いろんな人が言っていてですね、まあ、ツイッターに行くときはもうなんかみんなそのいざ出陣みたいな気持ちになるらしいんですよ。なんかこう、まあ、いろんな誹謗中傷とかクソリプとか飛んでくるわけですよね。でそれに対してもなんかこう、なんていうんですかね、こう武装してから行くような気持ちになる人が結構多いらしいんですけど、なんか桜の中だとですね、誰も誹謗中傷しないんですよ。っていうのは、まあ、あの事実を大事にする空間なので、基本的にそのデマとか誹謗中傷って誰もなんかこう言わないんですよね。なので、まあ割とあの結構まあ平和的なところではあるので、まあ、あのなんていうんですかね、まあ、こういうの最初に入った方が有利なので、あのぜひこう使ってもらいたいと。年内にあのもうあの早期利用券って発売するのでですね、もうあのぜひそこにこう参加していただけると。わかりました。ちょっと頑張って、はい、というところで購入したいと思います。ここにしかない新たな発見がある。サイエンス、テクノロジー、ネイチャー、ミリタリー、そしてドキュメンタリーの本格映像をお届けするガリレオチャンネル。チャンネルのメインとなるのは、数々の受賞歴を誇るサイエンスドキュメンタリー番組の配信。あなたの知的好奇心を刺激するハイクオリティな作品を定期的にお届けします。ミリタリー&ドキュメンタリーからは、数多くのミリタリードキュメンタリー映像の傑作を生み出したワック作品からえりすぐりの映像を順次配信。ミリタリー作品では、現代の戦闘機や艦船の勇姿だけでなく、貴重な記録映像。ドキュメンタリー作品では、環境・エネルギー問題から歴史トピックスまでを幅広くお届けします。日本ディスカバーでは、日本各地の美しい情景や人々の暮らし、そして通常は立ち入ることのできない非日常の映像を配信。その他、ガリレオチャンネルでしか見られないオリジナルコンテンツもご用意しています。ここにしかない新たな発見がある。ガリレオチャンネル。ご視聴とチャンネル登録をよろしくお願いします。